10歳息子が言語 IQ150 のギフテッド、処理速度80で小言強め、過集中多動を持っています。公立小学校が合わずにフリースクールも併用して通ってます。これからシングルマザーになりそうので息子をアメリカに送り込む金銭的余裕なそうです。中学は NHO を抱えています。どう彼の才能を伸ばし進学させ仕事で自立できるようにさせていくかアドバイスをください。 N 高を N 中やめた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、公立小学校が合わずという部分がちょっとまだ明確ではないので何とも言えないんですけど、日本の場合ってすごく特殊な食える能力で才能を発揮してくれれば人と全く接点を持たずに生活可能なんですけど、残念ながら日本の場合は人との接点をうまく持ってやらないと食えない仕事ばっかりなんですよね。理系のプログラマーですとか、絵描くのめちゃめちゃうまいですとか、漫画描きますとか、能力があればいいんですけど、ただ言語 IQ150 って言語が得意だよねっていうだけだと、人とコミュニケーションをすることで言語って意味があるので、だからせいぜいなんか通訳翻訳をリモートでやるぐらいな感じで、そんなに儲かる仕事にならないと思うんですよね。人付き合いの苦手な部分をいかに解決するかっていうところで、自分のその感情なりのコントロールを覚えてもらった方がいいんじゃないかなと思うんですけど。というわけで、お疲れ様でした。